ました。モトクロスのエンジンを改造した6速列車のエンジンではありません。カート用の充実性がミッションエンジンです。発表されませんでしたが、そのスピード感や操作性、この面白さに関しましては今までの日本にあったカートの他に類を見ないというふうに言われております。さあ、この KZ がほとんど日本ではまだ開催されていないんですけれども、この水波で継続して開催されていることは本当にいずれは日本にもう一度世界のトップドライバーを招いてレースをしたいというファンからしたらですね、もう悲願のクラスといったようなそんな状況となっております。今回は昨日富士で GT に行っておられました道上亮選手が選手として、監督じゃなく選手として今回は参戦をしてくれています。さあ、そんな中ポールからスタートしますのは昨日も優勝しましたカーナンバー17番トレンタクアトロなら中野清、セカンドはカーナンバー1番トレンタクアトロ名古屋トドルキー剛、3番手にはカーナンバー5番をつけますドラゴコルセ道上亮、4番手6番アキランドレーシング米倉秀樹、5番手8番上杉義行、6番手3番後藤圭介、さあ前方レッドフラッグマン対後方グリーン、シグナルはブラックアウトスタート。さあ、米倉秀樹がちょっと遅れた、米倉秀樹が遅れた。7番手藤森、8番手春日もスタートを切っていきましたが、米倉はまだスピードが乗りません。さあ、そしてスタートで一気に、ここら辺がさすがというところでしょうか、道上亮トップに浮上してきました。スタートで道上亮トップ、2番手に中野清、3番手に轟剛、トップ3のバトル目が離せなくなってきました。米倉はそろそろスピード出てきたかな。さあ、トップ3と4番手以降がパックリと分かれました。タイムトライアルこそ3番手だったんですが、道上選手一気にトップに躍り出て、さあ後ろの中野清を引き離していくか、そうそう簡単にシフトミスなんかはしてくれなさそうです。最終コーナーから立ち上がってくるのはプロの第一線で長年活躍をしていたドライバー道上亮。2番手の中野清だけがそこに近寄っていっている、そんな状況。3番手トドリキもしかしながら若手のドライバーとしては継続してこの KZ に出ています。トドリキ16歳、タコツボでは道上が若干インガーのライン、このクラスに関しましてはアウトインアウトでなくても大丈夫というマシンのパワーがあります。バックストレートエンド、フロントブレーキでギュッと止まって、そこからカートの向きを先に変えておいてバンと開けるといったような、あのヨーロッパ的 V 字ラインが再現できるのがこの KZ、 たまらないところなんですけれども、さあどういった展開になるか。タイム的には51秒台後半で、なんと3番手の轟が先ほどのトップタイムです。4番手以降のドライバーは残念ながらですね、53秒台というラップタイムですので、もうこれはトップ3と4番手以降とのバトルにパックリと分かれてしまうかというところ。さあ、その中で4番手以降変わるとすればカーナンバー22番の藤森翔、鈴鹿のミッションカートの去年のチャンピオンなんですが、まだまだ KZ はこれから、普通にミッション乗れても KZ はなかなか乗れませんので、まずは慣れてといったところでしょうかね。さあ、ホームストレートから1コーナーへトップ2近づいてきた、先ほどの周回道上亮は、おお、中野清一気に2コーナーで入ろうとしているが、どうだ。あ、ここは引きます。先ほどの周回道上はセク2で、中野はセク3でそれぞれ最速をマークしました。セクター2というのはこの今ドライバーが走っているタコツボの区間ですね。中野清はアウトから入ってイン側から立ち上がってくるというラインを取りました。
セクター3はこのバックストレートエンドのところからホームストレートまでを言います。ここで中野清はさっき早かったんですけれども、どうでしょう。あ、近づいてきますね。最終コーナー手前ホームストレートいい感じです。4周終了、5周目です。テールトゥードーズに持ち込んでいく。さあしかしながらここからですよ。ミッションはミッションならではの駆け引きというのがあります。もちろんダイレクトでも相手のリズムをわざと崩して逃げるというようなそんな戦法はありなんですが、それが如実にできるのがこのミッションなんです。自分がミッションを上げる、相手も上げるだろうというところで自分をわざと反発を遅らせる、相手をおっとっととなる、その間に逃げる、そんなですね、まあ、頭を使ったというかそういう戦略があるんですね。その辺の駆け引きとなったらもうプロドライバーの方は百戦錬磨ですから。小さな頃からカートに乗っていたとはいえ、中野清22歳どこまでそんな道上亮の戦術についていけるか。ホームストレート周回数は10周の KZ、 残り周回は5周です。さあ今、あら、上杉に何かあったか。え、上杉、米倉、どっちだ。上杉か。今スローダウンをしているドライバーがいますね。6か8かというところでちょっと分からない、多分8だと思うんですけど、上杉ですね。上杉スローダウンをしてしまっています。昨日も彼はトラブルに見舞われたようなそんなイメージがあるんですが、今回もどうやら車検場に戻ってくるようです。さあトップ2、道上亮はセクター2でまた最速をマークして中野清を引き離しにかかります。中野清なんとかついていきたい。まあ、無理もありません。道上亮はこの KZ を水並みで走らせるけどどうかなというテストの段階から協力をしてきたドライバーです。トレンタクワトロの長男道上、どんなレースでも、たとえそれがレンタルカートのレースでも出るからには絶対手を抜かないのは道上だって。スポーツカートだったかな、レンタルカートだったかな、耐久レースでですね、周りみんな素人なんですよ。で道上選手のチームだけ反則やろっていうようなドライバーが揃っていて、なおかつスタート前にドライバー交代の練習してるんですよ。遊びのレースですよ、遊びの耐久、レンタルの耐久レースでドライバー交代の練習を真剣にするチームはあそこだけでしたからね。やらないと気が済まないんでしょうね、道上さんはね。そういう気象の方です。あとですね、アイシングクッキー選手権というイベントが某サーキットで行われた時にですね、アイシングクッキーっていうのは大きなクッキーに絵を描いていく、そんな可愛らしいでデコレーションクッキー作る、そんな大会があったんですけど、そこにゲストで招かれた道上さんは、道上亮さんは適当に好きなものを審査員として1、2、3位って選んでくださいって言われた時にですね、時間ないのにめちゃくちゃ時間かけて全部のやつをこれでもないこれでもないこれでもないって早くしてくださいぐらいの勢いでみんなこう送ってるんですけどもね、本当に真面目な人なんだなっていうふうに思いましたね。負けず嫌い、あ、それはあるかもしれませんね。もうそんなこうクッキーを選ぶ審査員一つでもめちゃくちゃ気合を入れてやってくださる道上さんですが、さあ後ろから中野清がまたまた近づいてまいりました。残り周回数は2周を切っています。ラップタイム的には51秒804というのが道上亮、51秒523というのが中野清で、それを上回るペースで轟きなんですが、中盤、あ、失礼、轟きがそこからですね52秒504ですから、あ、もうこの2人にはついていけずに3番手大きく離れたような形です。4番手後藤も単独、6番手藤森も53秒台となっています。さあトップ2がコンマ4と近づいておりますが、まあ、そのあたりはもうこれぐらいはマージンだなというふうに走っているんでしょう。ファイナルラップ、中野清はしかしセクター3で最速をマークしました。51秒49、2コーナーから3コーナーでまたついていく。ヘアピン、ブレーキング、イン側から行く道上、滑らかに立ち上がり勝負か。中野修正打を切っている。
遠赤により多く乗ったのは中野清、そして先ほどから大外から入っていき立ち上がり重視のラインを取る中野、バックストレートエンド、バックストレートで道上は後ろを振り返った、もう大丈夫と思ったか、エンドのところで遠赤を踏みながら S 字へと入っていきました。最終コーナーから立ち上がってきます。KZ 予選ヒートはスタートを決めました道上亮、2番手に中野清、3番手に轟剛、4番手には後藤圭介、そして5番手には初参戦の藤森翔、最終コーナーでもかなりお尻振られてましたね今。そして6番手 KZ に挑むときにはと驚いたら無謀すかねと笑ってました春日ですが、だんだんと回を重ねて KZ のドライビングにも慣れてきました。さあそしてやはりスタートが課題となります米倉秀樹です。速さはあるし勢いもあるドライバーなんですが、昨日に引き続き今日もストールをしてしまいましたが、お米倉今チェッカーを受けずに帰ってきましたね。受けてよかったんですけどねチェッカー。さあというところで KZ 予選ヒート終了となりました。さあそれではその後はこの後は深夜の BC です。